あ、全然大丈夫。改めましてごめんなさい、自己紹介の方お願いします。はい、K ダッシュステージのピン芸人、19歳有本桜子です。はい、よろしくお願いします。はい、何しました今。あ、投げキスみたいな。はい。あ、なるほど、いいですね。なんか そんな感じなんですか、そのジョッキーでは。かわいい売りというか。はい、もうズラさんが今すぐ電話切れって言ってますけど、大丈夫ですか。あれ、そう、あ、不思議ちゃんみたいな感じになって、すごいコメントが、パンツ何色、パンツ見せて、パンツ5000円で言ってそんなキャラクターですか。はい。ああ、でも、まあ、ちょっと気になったけど、まだ綺麗で。でも、その、偉いと思います、僕。その、やっぱ、ヒロタと違って、やっぱちゃんとこう、ジョッキーに出てくる、配信番組に出てくるということで、こう、おめかしをちゃんとしてる感じ。これもやっぱちゃんと番組として、あの、ニコジョッキーをちゃんとこう、仕事と捉えてる風な感じがして、これはすごく好感持ってますね。バカにしてます？いやいや、してない。ちょっとプロ意識という意味で偉いなと思って言ってるだけよ。え、その女芸人じゃなくて、うん、その女出してんだろうみたいなこと言いたいってことですよね。いや、それで言うとその前半戦、いや今、うんうん、ちょっと静かにしてください。あ、今、うん、はいはい、うん、私、うん、アルバイトスナックやってきて、そのままの格好で出てるわけですよ。あ、そうか、うんうん、うん、こんな時間に放送するから、うん、いや、それはまあスケジュール上しょうがないけど、うんうん、ごめん、でもまあこっちがね、勝手に出ていただいてるわけだからね、お願いして。そもそもあれなんですよ、うん、何、私が会いたかったのは岡田さんなんですよ。確かに、まあ楽屋でもな、まあ岡田と喋ってることの方が多いイメージはあるわ、確かに。キアの龍なのに、何なんですか。いや、ごめんごめん、ちょっと岡田が入れないから、まあ俺がっていうことで、ごめん。まあそっか、何なんですか、その髪色。いや、まあ明るい方が可愛いかなと思って。きついですよ、もう。きつい、この髪色きつい。きついですよ。うん。もう。ごめんなさい。いやいや、全然、その、いや、怒ってんのかなと思ってちょっとびっくりしちゃっただけで。全然怒ってないですよ。あ、そうかそうか、ごめんごめん、怒ってないですよ、うん、おミルク嫌い？大好きです。あー、おミルク、あ、そうか、チャッターさんコメントでおミルク嫌いなんやろっていうのは来てるんですけど、そんなことないね。おミルクさん大好きです。お、そうやな、パウンドジョーカーさんが嫌いなんです。いや、パウンドジョーカーはええやつやけどね。いや、芸歴も近いでしょ、桜子は。近いです。なあ、全然全然、それは。いつから呼び捨てしてました？え？いつから呼び捨てしてました？桜子って言ったのかってこと？あ、ごめん、その、まあ、一応後輩やからその呼び捨てにしちゃったけど、そのあんまり、そっか、女として見てますよね。いや、お前のことは女として見てないけど、その河合直子はもともとデブやったよね。はい。いや、なんかズラさんがなんか、河合直子はもともとデブやったよねっていうコメントを出した。あ、あ、え、何、あ、デブじゃないですよ、河合直子さんが好きなんだ。そう、なるほどね。誰かか、誰ですか。え、何ですか、その数珠は。数珠、あ、ちょ、あ、ごめんごめん、一応ファッションというか。でも、あれやな、桜子の顔をこうまじまじ見んの、ちょっと初めてというか、こう画面越しでね。はい、うん、パーツはいいのに、一つ一つの大きさに統一感がないよな。終了です。ダメダメ、そんな切れそうなとこで切れちゃダメなのよ、この企画、桜子。こんな餌に食いついちゃダメ。意外なとこで切れないと。なるほどな。そう。これってとりあえず怒る企画じゃなかったでしたっけ。とりあえず怒る企画なんやけど、まあ、こっちの餌には食いついちゃダメよね。どこで切れてんねんやから。
そう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 。でも、あの、怒るタイミング、一番最初の怒るタイミングはね、めちゃくちゃ良かったです。早かった。うん、番組のその尺的にもすごく良かったです。良かった。ワイワイまあ普通やったかな。スキルもまあ声量だけに頼ってない感じはあったと思います。理不尽さはなかったかな。その髪色とか数珠とか、その割と食いつきやすいところには来てたので。まあ可愛げはあったかな。まあでも割と高得点だと思いますよ。はい、ということで桜子の点数こちらでございます。割と大きめ、大きめです。知らないんですよ、元。うん、平均知らないんですよ。あ、そうそう、あの、ただあなたでも3人目なので、シャッターさんはだいぶ分かってる感じ。まあ割と高得点、多分今1位やと思う今のとこ。ただこの後にジャガーモンドの、なんでマキロン心配になるから。間違えちゃった、ね、スナックで指切ったのかなって心配になるから。はい、ということで、ごめんごめん、最後にちょっと1個だけ言いたいねんけどさ、そのキズマシーンと桜子のアブラブロアブラっていう番組でしょ。はい。これは面白いと思って番組タイトルつけた。ちょっと待ってくださいね。うん、あのそこの、うん、今桜井さんの目の前にいるメガネのおじさんいるじゃないですか。メガネのおじさんいますよ。はい。あの人が強引に決めました。以上、有本さくら子でした。ありがとうございました。え、そうなんすか。なんかしょうもない番組やなと思ってたんですよ。